クルーズ株式会社はインターネットサービスを提供する日本の企業である。クルーズ株式会社は2018年5月10日にインターネットの時代を動かすすごい100人を作ることをミッションに掲げすべての事業を子会社化し純粋持ち株会社となりグループ経営への移行を決定した。過去に二千十二年に株式会社 DNA が提供するモバゲープラットフォームにて ソーシャルゲームの提供をはじめ2014年からはネイティブタイトルを提供する。現代表取締役の小渕康二によって2001年に設立されて以来インターネット事業を開始し、2007年に東京証券取引所ジャスダックスタンダード上場、2009年にクルーズ株式会社に社名の称号変更を行った。2012年からはファストファッション通販サイト、 ショップリスト .com by バイ、クルーズをスタートし、サービス開始から8年で、売上高約250億円まで成長。2018年5月10日にグループ経営への移行を決定した。2018年現在、子会社のストディジーが開発、運営を行っている。サービス終了したもの及びマイネットグループへと売却したもの、ソーシャルゲームネイティブゲーム。ありがとうございます。